スーパーコンピューティング会議2008のスティーブ・ワラックスティーブ・ワラックは、米国のコンピューターエンジニア、コンサルタント、技術マネージャーである。彼は、シーモアクレイコンピューターエンジニアリング賞を受賞している。ワラックは、ブルック人の工科大学で、電気工学の理学志望をペンシルベニア大学で、電気工学の修士号をボストン大学で、MBA を取得している。ワラックは、 カンベイコンピューターズの共同創立社兼 CTO であった。ミクロンテクノロジーがカンベイを買収した後、ワラックはデザインディレクターになった。ワラックは以前、チアロネットワークスの技術担当副社長であり、コンベックスコンピューターの共同設立者であり、同社の最高技術責任者であり、開発担当上級副社長でもあった。ヒューリット・パッカードがコンベックスを買収した後、 ワラックはヒューリット・パッカードの大規模システムグループの最高技術責任者に就任した。彼はまた1998年から1999年までライス大学の客員教授を務めた。コンベックス社の前はデータゼネラル社で先進開発のマネージャーを務めていた。メガボルト8000での彼の取り組みはトレーシー・キダーのピュリッツァー賞受賞作、ザソウルオブ。 英乳マシンに詳しく書かれている。それ以前は、レーセオン社でエンジニアとして務め、オールアプリケーションズデジタルコンピューターに取り組んでいた。ワラックは40件の特許を保有しており、全米技術アカデミーのメンバーであり、IEE、e、フェローであり、ピットックの創設メンバーでもある。現在は、センターポイントベンチャーのパートナー、セベンローゼンファンズ、インターウェストの顧問を務めるほか、 ロスアラモス国立研究所の米国エネルギー省先端科学コンピューティングプログラムのコンサルタントを務めている。ワラックは革新的なベクトル及び並列コンピューティングシステム、特にコンベックスミニスーパーコンピュータシリーズの設計を通じたハイパフォーマンスコンピューティングへの貢献、産業界での卓越したキャリア及び公共サービスへの貢献が評価され、2008年、 セイモアクレイコンピューターサイエンスエンジニアリングアワードを受賞した。2002年には IEEE コンピューターソサイティーチャールズ・バベッジアワードを受賞した。ありがとうございます。